お、いたいた、どうも。ボン、ボン、ボンジョ、ボン、ボンジョルノ？ボンジュ、わからん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、ゆみの館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで今回は、朝の森散歩を楽しめる、ラパン村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500バレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ね、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ラパン村に出発。ラパン村に到着。かわいい。めっちゃかわいいんだけど、女の子って感じ。夢の世界へようこそ。あなたは今、ラパンという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、都のラパンの世界をご堪能遊ばせ。よし。あ、もうすぐ横に、服を置いてくれているのね。ここにはなかった。こっちだった。はい。さあ、これで？あ、あったあったあった。ん？靴2つあったもしかして。靴は2種類から選べる感じか。なるほど。こういう感じ。もしかしてこっち側に、あ、こっち側に女の子用のやつあるわ。こっちが、ちょっと待って、こっち側で行こっか。よし。じゃ、ちょっとこっち側で行きます、私。あ、なるほどね。はい、こんな感じで。女の子はこっち、前メロディーがあります、ちゃんと。私今回髪色変えてきたけんな、ちょっと髪の毛めっちゃ目立つね。はい、これめっちゃ可愛くない？ちなみにラパンっていうのはフランス語でウサギっていう意味なんやけど、ほら、ちゃんとウサギ。ウサギのマークがいっぱい。ここにもウサギ。めっちゃ可愛い。で、今の服装もウサギ、前メロディーやし、ウサギが好きなんかな。まあ、そういうことよね、きっと。これは多分持つやつかな。さあ、なんでしょう？中身は。あ、シャボン玉や。いいね。ふぅー。よし、行こう行こう。ってことで、ちょっと待って。一軒目の家に行きたいんですけど。あ、見てこれ。え、めっちゃ可愛い。道にさ、これ。花びらが落ちとんやけど。え、超可愛い。え、このタイル超可愛くない？めっちゃ可愛い、好き。はい、それじゃあちょっと一軒目はこっちの、あ！これハート型になっとる！え？え、すごい可愛いね、ほら。やばいやばいやばい。え、めっちゃ可愛い。もう可愛いしか言ってないけど、超可愛いんよ。すごい可愛いんよ。私にもこういうセンスが欲しいです。こういうセンスをください。おー。色使いもめっちゃ可愛いしな。はい、それじゃあ、一軒目。この家だね。家の人は、中かな？あ、見てこれ、プランターがある。おしゃれー。いないね。ってことは、中か。はい、お邪魔します。お、乗り坊や。めっちゃ乗り坊や。かわいい。乗り棒の格好したテディベア超かわいい。いいね。乗り棒以外もなんかちゃんと黄色で統一されてる感じなんや。黄色とオレンジと。あ、壁紙とかもそういう感じなんやね。オレンジやオレンジ。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、左の部屋はなんか、また打って変わって落ち着いた雰囲気。てか音楽室やね。通れなかった。通れなかった。演奏してるのかい？お、そして壁には、トタキケがいっぱい。かわいい。はい、そして奥の部屋へ。
部屋は、キティちゃんがいっぱいある。いいね、いいね。何、お化粧中？女の子だね。あ、これ横に置いてあるのは服か。キティちゃんの服。何もかもがキティちゃんで可愛い。なのに見てる番組はスーパー戦隊っていうのもまたいい。ほら、植物までキティちゃんで。全部キティちゃんで統一されているのね。良き。はい、そして右側の部屋へ。あ、右側は、ここは庭かな。車があって。え、めっちゃいいやん。すごい快適やん。見て見て見て、外で。ちょっとしたキャンプ気分を味わえる。外景色もめっちゃいいしね。いいね、いいね。いっぱい。犬と、なんか動物だらけやね。すごい。やば、お世話大変そうやけど。小人もちょっと紛れ込んで。はい、そして、2階へ。はい、2階は、お、2019、今年ですね。今年ですね。2階はなんかちょっと、あれやね、幼稚園みたいな感じの雰囲気。そして私は、この、パステルチックな色合いがめちゃくちゃ好きです。コンポと、タンス。この色合いがめちゃくちゃ好きです。かわいい。いいね、いいね。お絵かき中、今。私も幼稚園、小学校、お絵かきめっちゃ好きやったな。自由帳とかめっちゃ持って行きよったもん。休み時間とか書きよった。はい、そして地下へ。お、地下は、あ、ゲーム屋さん？おー、なるほどね。あ、確かにさ、ゲーム屋さんってなんかこう、なんていうん？真ん中にこういう感じのあるよね。あるよね、なんか。あ、ちゃんとほら。店員さん。店員さん。買い物がしたいんで早く。あれ？そういえば家の人おらんくね？めっちゃ今、ふと思ったけど、おらんくね？え、地下は、ゲーム屋さんなのか。なのに、ゲーム屋さんだけど、この女の子はきっと、まあ、誰かしらに連れてこられたんだろうね。私はアイスが食べたいのってなっとる。なるほど、まあそういうこともある。はい、それじゃあ、家の人はどこだ？あ、いた！乗り棒の格好してる。どうも。リルちゃん。ボンジュール？やっぱ、ラパン村っていうフランス語使っとるぐらいやけん。全体的にフランス語ってことかな。すごい、私フランス語は習ったことないけん。ボンジュールぐらいしかわからんねやけど。ラパンは聞いたことあるけん、あれなんやけど。あ、どうも、2軒目のお家の人かな。テオさん。キャンパースエターナル。え？キャンパーよ、永遠であれ的な。そういう感じ。お邪魔します。おー、いいね、いいね。なんか、この狭い空間にぎっちりと物を詰めてる感じ。え、大丈夫？テントの中で。めっちゃ火使ってるけど。大丈夫？近くにガソリンもあるけど。なるほどね。まあ、あの、ランプとかを寝袋に倒さないように。あ、でも最近は、あれなんか、ああいうランタンとかランプとかああいうのでも、火を使ってないタイプのやつがあるんよね。ほい、そして、3軒目のお家へ、行きましょう。どこや、これは。あ、こっちからか。はい、3軒目のお家。ここの、あ、この人かな？エマさん。ビエンベニューアウビレッジラパン。わからん、ビレッジラパンしかわからね。とりあえず、
ラパン村へようこそ的な感じかな。わからんけど、多分、きっと。お邪魔します。おー、なに、住人の写真がめっちゃいっぱい。でもって、まあ、ラパン村なんだけど、ラパン村でマイメロの格好とかもするんだけど、特にこう、ウサギ住人を10人集めとるわけではないっていうのがね。でも一応ちゃんとこの、アイドル姉妹2人は村にいるらしい。そこは外せんね。かわいい。え、てか何ここ、受付があるけど。受付があるけど、ここは一体何なのだろう。そしてここで、普通の格好をしてきても、ラパンになれると。一応なんか、後ろ、背後にあるこの前メロの耳を使って、自分がラパンになることができる。はい、それで左の部屋へ。お、左側は、エトの置物がいっぱいある。すごい、こんなに集めたんや、やば。私、エトの置物全然集まってないんやけど。エトの置物とか全然集まってないんやけど。なるほど。え、これは何の部屋？なんかすごいね。そしてなんか椅子に座ってるけど。なになになに？なんかあがめてるの。ほら、なんか一番向こうに、トタケケの白黒写真が。何かしらあがめられてるっぽい感じの。はい、そして奥の部屋へ。お、奥はシナモンカフェや、かわいい。いいね、いいね。おしゃれなカフェってなんか入りたいけど、入りづらいよね。いや、まあ、友達とかと一緒だったら全然大丈夫か。お、この色の初めて見た。この色にも変えれるんよね。私基本的に赤でしか使ってないからな。あ、もしかしてコーヒーマシーンのこれも色変わっとる？これももともと赤よね。水色かわいい。確かに白と水色相性いいけんね。シナモンに水色はすごく合う。お、いいやん。メイドさんカフェ店員の格好をしたテディベア。かわいい。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、なんかすごい幻想的な雰囲気やけど、寝室やね、ここは。へぇー。自分の部屋はこういう感じなのか。すごい神秘的。いいね、いいね。あ、あの上のリースのやつかわいい。あのリースのやつも、ああいう色にしとるの初めて見たの。え、めっちゃかわいいやん。超かわいいやん。いいね、いいね。なんか色によって全然イメージ変わるね、家具の。私は基本色を変えずに使うけん、そういうところもちょっと参考にしたい。はい、お邪魔しました。あ、待って、2階と地下行った？行ってないぞ、きっと。よし。再びお邪魔します。はい、2階へ。もう2階なんかめっちゃかっこいいんやけど。おしゃれー。そしてセレブ。めっちゃセレブ。そしてあえてのタイプライター、おしゃれだね。そして、一輪のバラ。え、めっちゃいいやん。え、なにこれ、なにこれ。ルームサービスかなんかですか？ホテルの一室って感じやね。かっこいい。もう飾ってある服もおしゃれやし。はい、そして地下へ。お、地下は急激にめっちゃ和風や。しかし和風な雰囲気、良き、癒される。これは一体、なんか全体的にめっちゃ緑がかっとるよね。なぜなんだろうか。あ、これの明かりってことか。あ、そういうことやね。これの明かりで、
まあ、ちょっと緑っぽく見えるっていう。あ、なるほど、なるほど。いいね、わ。はい、それじゃあお邪魔しました。はい、そして最後4軒目の家。ここの住人さんは家の中ですかね。お、お邪魔します。いないね、周りには。お、いたいた、どうも。ボンジュール。わからん。とりあえず、こんにちは的な意味なはず、挨拶やね。クロエさん。ここはなんか商店街とかお店が入ってそうな感じかな。クレーンゲームがあって、ガシャポンがあって、その横に公衆電話。そして車で来てる女の人がいて、向こうにはバイクが止まってると。あ、こっちはちょっと庭、ドッグランみたいな感じ？違う。犬を一緒に連れて入れるカフェって感じか。なんかそういうとこちょっと興味あるんよね。めっちゃ楽しそうじゃない？あ、でもうちの子たちはみんなちょっと、猫以外は人見知りやけんな。よろしくないかもしれない。犬たちみんな人見知り。はい、そして奥の部屋へ。お、奥はカフェだ、カフェ。いいね。お、なんかちょっと、おしゃれな。おじいさんかな？なんかちょっと大きめのバッグ持って、犬を連れてる。犬連れの人が多いのか、ここは。いいな、いいな。何食べるか迷うね。いや、でも私はケーキがいいかな。聞いてない。はい、そして、右側の部屋へ。お、美容室や美容室。いいね。ちょっとなんか、爽やかな南国の雰囲気。いいね。あ、なんかこういうちょっとこじんまりした感じもすごいいい。こういうとこあるよね。よきよき。はい、そして2階へ。お、2階は服屋さんや。おしゃれ。あ、指輪の入れ物、この色はあんま見ん感じやね。基本的に青じゃない？これ紫やし。うわ、店員さんやっぱりおしゃれなのね。友達が昔アパレル店員しよったけど、自分のところのブランドの服がめっちゃ安く買えるけん、嬉しいって言った。でもやっぱり働きよるときはめっちゃおしゃれにしとかんといかんけん大変とも言おったけど。はい、そして地下へ。お、地下は？ここはなんかゆったりまったり過ごす感じ？ベッドとか置いてあるね。南国リゾート風ホテルみたいな感じ？あ、なんかこっちにはめっちゃ本もある。ここで本を読みながらかき氷を食べると。贅沢。贅沢。そしてゴロゴロもできるのね。いいやん。はい、お邪魔しました。なんか村のこの外はもう本当にめちゃくちゃ全体的に可愛い、乙女な、ファンシーな感じなんやけど、家の中はね、結構なんか、それぞれの部屋によってテーマが全然違っとって、結構ポップな感じが多かったかなって思う。めっちゃ可愛い。
最初に入った一軒目の家が、なんか全部部屋の雰囲気が、一つ一つちゃんと統一されとって、私は好きです。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね。フランスが解読できるようになりたい。